YouTube をご覧の皆様、チャオ、デルナチです。はい、始まりましたね。銀魂コラボの第2弾。いやー、今日の、12時からかな、始まったんですけど、今ね、そっから14時間ぐらい経って、夜中の2時半ぐらいかな。あ、もう3時になってますね。さっきまで、定期配信のライブやってたんですけども、それ終わりでちょっとガチャをね、聞いていきたいと思います。まあ昼から早く聞きたかったんだけどね、なかなかちょっと時間がなくて、動画を撮る時間がなかったので、こんな時間ですが回していきたいと思います。はい、銀魂、これは第1弾の3人ですね。ちょっと変えてみようか。うん、あ、来た来た来た。はい、詳細は、これですね。土方さんと沖田総合、この、ペア。これはまぁちょっとね、マグメルとかかな、マイスイパイル、反射、状態異常回復、超アンチウィンド。マリシテンカイとかもいけるかもしれないですね。まあこれはいいですよ。まぁ、SS 面白いですね。沖田がバス使って土方を攻撃。どういう SS だっていうね、感じだけど。はい。続いて、今度、バブルス王者ですね。超アンチダメージボール、現状キラー、アンチマホロシ。現状キラーの魔法陣っていう時点で近畿の極7っていうイメージですが、まあ、超アンチダメージボールもついてるんでね、今後どっか刺さるところはあるかもしれないです。面白いのは SS、6体のゴリラと共に駆け回る&壁に触れるたびにパワーが、これ分身プラス壁ドンって多分初めての組み合わせなんで、これはちょっと楽しみですね。はい。そしてこれが今回の目玉ですね。近畿やってる勢にとってはもう24の極というのはね、かなりきつい階層になってるわけですが、そこの、まあ、救世主になるんじゃないかなと思います。超アンチダメージボール、無属性耐性アンチワンプ。まあ、無属性耐性はいいとしても。あ、まあ、耐性ついてるでかいか。はい。SS4 人に分身&仲間たちを引き受け敵を打ち込む。これね、多分12ターンで打てるでしょう。強いと思います。はい。で、超強貫通拡散。これで、弱点効果アップ誘発できるし、当てたいですね。高すぎ。当てたいです。騎兵隊当てたいですね。はい。そして、毎回コラボといえば、星4号が強いですね。今回、おたえちゃんがね、強いですね。超アンチ重力と超アンチダメージボール。これ、ダブアビの両方超ついてるのって初めてだと思うんですよね。さらに、砲撃型のウォールムービングバレットが、星4号につくと。大丈夫なのかな。で、底力は厳重キラー M。これめちゃくちゃ強いと思うんですけど、はい。一番の当たりはね、タイちゃんなんじゃないですかね。そして山崎。これも強い。マインスイッパー L。超アンチ重力バリアの魔封じカウンターキラー。いよいよだ。いや、強いですね。はい。できれば楽90作りたいですが、今日はとりあえず30連です、マックス。やっていきたいと思います。まず一発シングルでちょっと様子見ましょう。いきます。さあ、コラボキャラが出るかな？どうかな、どうかな？ああ、全然違うところから来たね。よし、じゃあこっから先に期待して。はい、じゃあ10連やっていきたいと思います。行きましょう。10連ガチャ。星玉たまらないね、今回ね。ガチャル。演出なしですね。頼むよー。これはまあ、あれ抜けた。ちょっと待って待って待って。ここまで録画できてなかった可能性が今出てきました。今ね、画面見たら抜けた。すいません。おたえちゃん。そうですね。さあ、こっからです、こっからです。いやー、取れてなかったことです。急にね、毛穴がズワッと開いてる状態なんですけど。できれば当たりで開かしてくれ。お、銀ちゃんいたね、今ね。来た。来たー。嘘だろ。いきなり当たる。やばー。しかも銀ちゃんも出てるし。いやー。10連、なかなかの幕開けでございますよ。いきますいきます。コンプ目指して残り20連。うん。銀ちゃんも1体か2体持ってるんだよね。ちなみに前回のガチャはコンプしない。
おお、2回転。高杉2体でも嬉しいな。止まったってことは違うキャラ。え全然また違うとこから来た。なんだなんだ、どうしたどうした。あ、高杉2体目でもいいと言ったらこの通り。おーおーおーおお、なんすかこの神引きは。初ゲットアルビダ、はい、嬉しい嬉しい。そして高杉2体目とファントムと、ローズ、ローザなんでローズ、モンストローズ出てきちゃうんですね。選抜には入れときましょう。あれみんな入れたっけ。オッケー。いやいや、いいよいいよ、神引き来てるよ。さあラスト30人目泣いてもらってもいきます。エースなし、鼻の油っしょ。さあ期待したいよ。ん、嫌な予感。出てる、危ない。顔を作るとこだったらやっぱね、爆死顔ね。イージス、はい、重心化しましたね。ありがたい。これ強いですよ。光属性耐性、光属性キラーアンチュア。はい、2体目かな、3体目かな。サブも持ってたから3体目のイメージがありますが、もしかしたら2体目かもしれない。いや、いいんじゃないですか。まあ、他の2体ね、どこで刺さるかわからないけど、とりあえず高杉が欲しくて今回引いたところがあるので、はい、ちょっとちょっと待ってね、闇だけじゃなくて取得順にしてみましょうか。うん、プレミアムガチャ取得順のこれ。はい、どこかな、この辺ね、ちょこちょこ鳥獣引いたりしてたってね。シングルで4発くらい引いてたって、ね、3発か。あ、こっからだね。はい、最初に銀ちゃん高杉出て、でアルビダ高杉、ファントムローズ、いや、そしてイージス、握手ゼロ。いやー、素晴らしい30連になりましたね。いいですね。この時間まで待ってよかったのかもしれないです。皆さんもよかったらこの時間まで待って引いてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってるので、よかったら概要欄からフォローしてください。はい、この前ね、クフラチャンネルの生放送を出させてもらって、たくさんコメントいただきありがとうございました。普段見てくれてる皆さんのコメントにかなり勇気づけられて、これライブでも言ったんですけどね、リラックスしてできることができました。そしてそれを見て初めて僕のチャンネルを知った方も、たくさん遊びに来てくれたりして嬉しく思ってます。はい、2回目も呼ばれるように頑張っていくので、今後ともよろしくお願いします。というわけで、また次の動画ライブでお会いしましょう。チャオ。